ーートレースアシアに豪華メンバーが集結しました G3 戦第13回朝日ビールカップ初日のラストカードは第12レースサンライズドリームです対戦メンバーは1号艇佐賀の峰竜太2号艇愛知の西山昭一3号艇岡山の吉田角郎4号艇埼玉の中澤和志5号艇福井の武田光文、6号艇福岡の高倉和人 以上の6名でダブルドリーム戦の第1弾サンライズドリームを戦います枠なりに作戦行動人気が集まったのは1号艇の峰竜太です当時芦屋は g 1初優勝を飾った水面昨年の周年記念でも優勝ゴール今度はオーシャンカップ覇者 SG ウィナーとして戻ってきました1号艇峰のイ線戦です 2コースには長年培ったさばきのうまさがあります2号艇西山翔一3コースには直前の住之江 GI の覇者3号艇の吉田拓郎です4コース大きく引っ張ります4号艇中澤和は8月から4連続優出中とリズム上々5コースには5号艇の武田光文全走時常名周年ではファイナリスト大外6コースは地元のフレッシュルーキー6号艇高倉一人です 3対3で1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました1番、3番、4番この辺りがわずかにのぞいたスタートです他のデも差がなく1マークの攻防に向かっていきます逃げる1号艇ミネ、峰まくる3号艇、吉田そして2番西山先頭は1号艇の峰が逃げていますスタートは前提正常でした 逃げました1号艇ミネがすでに後続に水を開けています2番手は3号艇吉田対2号艇西山2マークの旋回ですトップで回る1号艇のミネ2番手らそいは握ってくる3号艇吉田小回り2号艇の内側には6号艇の高倉が運んできています2番手は3号艇吉田3番手は6号艇高倉が優勢と変わりましたレースは2周目先頭はすでに大差をつけています1号艇のミネリュです 周マークトップで1号艇美音、峰2番手は3号艇の吉田3番手、6号艇の高倉外から2号艇の西山内側からは4号艇、中澤が接近しています現在3番手は6号艇の高倉すぐ後ろから4号艇の中澤が追走一定審査までやってきていますさらに後ろは2号艇西山最高方5号艇、武田 2周2マーク1号艇、峰3号艇、吉田と回って3番手4号艇、中澤先行さして6号艇の高倉さらには2号艇の西山3番手は辛くも6号艇の高倉が守った状態上位3艇1番、3番、6番で最終周回ですぐんぐんリードを広げる1号艇、峰竜太最後の1マークも悠々と回ります2番手は3号艇の吉田拓郎3番手、6号艇の高倉和と攻める2号艇の西山 3番手は現在6号艇の高倉がキープしていますがなおも粘る2号艇の西山翔一これからラストターンマークの旋回です先頭は逃げました人気1号艇の峰2番手は3号艇の吉田そして3番手を守りきれるか6号艇地元の高倉攻める4番2番3番手は6号艇2号艇の接戦です1番五輪3番五輪6番2番五輪4番五輪 ラスト5番、合輪。以上、前提合輪しました。